まっちゃんのマチスカーファー。はい、そんなまつちゃん、ちなみにまつげパーマもしてまいりました。かわいいでしょ。なんですけども、本日ですね、美容院に行きましてですね、まつげパーマを先にしたんですよ。化粧が半分以上取れました。しかもなんかすっぴんっぽい顔にこのピンクい髪の毛って超似合わないって思いまして、本当に突然うちのおかんに1万円渡し、アイシャドウの茶色系とアイライナーの黒と茶色、白系のラメも欲しいなっていうのをちょっとお伝えをさせていただきまして、本日お母様に1万円分コスメ買っていただきました。彼女曰く、まあ私の選んできたものだから文句言われるもの一個もないよって言われましたので、辛口で判断させていただきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それではあれっつわあごて。はい、それではですね、うちのお母様です。こんばんは。機械か。はい、それではですね、杉薬局の方でご購入をいただきまして、1万円渡したところ返ってきたお釣りがなんと107円でございます。ちゃんと使われましたね。7点買っていただきました。はい、まずアイライン黒、ちなみにちょっと気になってたやつ、 0.1mm 極細毛。極細毛ね。いや、付け替え対応容器、水汗涙に強い、 PC 擦れに強い、ぬるま湯で簡単にオフ、ぬるま湯でオフできるのに水に強いんだね。難しいね、うん、こんな感じ。だってめっちゃ好きなやつなんだけど、もう書いちゃう。ここに書いてみます、ちゃんと。あ、こんな感じ。石灰ライン、めちゃめちゃよく綺麗に描ける、めちゃいい。続きまして、同じなメーカーのアイライナー、ミルクブラウンですね。うわ、すごい茶色だ。この目のこのラインに出したかった。もしかしたらここの線を描いた方が立体感出る。ほら、次いきます。これも一応アイライナーのペンシル開けます。なんこれ、どうやって開けんの次これ。むずこれ、開けるの一苦労なんだけど、ハサミ必須です。あ、気をつけてよ。あ、怖い。はい、やります。やれる。何、パッケージ鬼か多いくない？こんな感じ。これここだった。さっきの下、めっちゃ影、めちゃめちゃおすすめ。続きまして、マスカラ、これさめっちゃ流行ってるよね。じゃあまずこっちはつけずにこっちつけます。全然違う。でも分かるもん、これだけでまつげある。えぐいいでしょ。やばい、超いいですね。しかもカーブしてるから塗りやすい。そうそう、塗りやすいよね。ここ目いきます。あ、エクリアだ。すぐ、すごい、分かるかな。このラメはここに塗ろうとしてました、私は。お、いい、やばい、立体感全然違う。ピンのあるさ、うん、ラメじゃない、うん、ただのラメじゃなくてふんわりしてるよね。やばい、すごい立体感、綺麗になれそう。では最後かな、この感じ。これも一番の課題だね。最後アイシャドウですね。これもクリオ、じゃん。うわ、え、すごい、なんこれ、初めて見たんだけど。伝わってほしいんだけど、これラメあるんだよね、これに。あー、伝わらん、かわいそう。ちょっと写真載せときます。こんな感じです。このね、黒抹茶色のやつはここにね、しっかり塗りますよ。メイク直したいときはまずここから直して、あの目力大事だから、女って目力大事だから。このグリ、大きいグリッターは真ん中に突き落とす、こうね、こう。そうすると目がこっちだけちゃんと大きくなってくる。これあればいけるやん。なんでも本当だね。目も直せた、本当だ、目が治りました。で最後7個目ですね。本日はレジ袋も用意していただいていましたので、これでね最後いきたいと思います。よろしくお願いします。てかね、ライナーいいね、これめちゃめちゃ気になってて買おうか悩んでたんだけど、高いんだって。高いよね。そう、でも一番良かったのこれかも。うん、よかった。誰しもが使える。全国民に使ってほしい。うん、ジジハリ。どうですか、総合得点。100点満点中。100点満点中。まあ、厳しくいくとして、95点ですね。わー、よかった。5点引かんでいい？
じゃないこれあ、なんで大きい袋買っとったの見たよ、私はあ、どうしようなん別で入って渡してあげたかったからあ、そういうこと。そうそう、じゃあ100円じゃあこれもシリーズ化しようはい、それではですね、こちらの動画が少しでも参考になったなって思う方もいらしたらいいね、コメント、チャンネル登録お願いします以上、ワンツ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 、またねーた、バイチョー。